続いてのご発表、B 会場の最後のご発表になりますけども、株式会社ジオセンスの小林和秀さんより、OSS、センチメーター精度 GPS 受信機制御ソフトと、題しましたご発表をお願いしたいと思います。では、画面の共有をしていただけますでしょうか。できてますか？ちょっとまだみたいですね。画面1だな。隠れとか。どうでしょうかね。できそうですか。少々お待ちください。はい。あ、はい、来ましたね。あ、それでは、はい、発表の方お願いします。ジオセンスの小林です。今日は、OSS ということで、センチメーターの、精度の、位置が測定できる、GNSS 受信機を、作成し、まあ、その制御ソフトを作ってオープンソースとして、公開しましたので、ご紹介したいと思います。今まで センチメーター精度の、測位をしようと思うと結構高い、受信機がいりました。200万円前後の、受信機が必要でしたが、それが、昨年、UBlocks という会社から、ZFQP という、まあ、画期的な IC が発売されて、非常なコストダウンが可能になりました。で、この IC を使って、弊社で、MGO スタックっていう、これが MGO スタックっていうマイコンなんですけど、それに、装着するモジュールを開発しました。このハードと、ソフトを、弊社で開発しました。まあ、この辺の、いきさつ等については、ジオセンス技術情報で検索していただくと、詳しく書いてあります。で、この装置は、アンテナ込みで5万5千円程度です。まあ、40分の1ぐらいにはなってます。で、この受信機を例えば三角点の上に、ちょこんと置いて、10秒ほど計測すると、まあ、ここの三角点の緯度経度とか、高度が、数センチの精度で、求めることができます。で、まあ、小型なんで、アンテナを帽子にくっつけて、受信機を手で持って、で、歩けば、歩いたところの、緯度経度と高度が取得できます。で、この航空写真は、芦屋市の、埋め立ったところの住宅地で、2、3年前の、台風では、高波でこの辺がだいぶ浸水して、堤防の高さが、設計通りじゃないんじゃないかということで問題になったところです。で、そこの護岸ですね、のところ上を、歩いてみました。で、北側の護岸は、まあ、こういう形で、ずっと伸びていって、この上を歩いて、いきました。で、その軌跡が、まあ、このブルーのラインなんですけど、航空写真と非常によく合っております。それで、この RTK という技術を使うと、精度は水平方向だけじゃなくて、高度、高さの方向も数センチで、まとまりますので、例えば護岸の高さが設計通りかどうかとか、そういうチェックができます。で、この時歩いたのは、この、南の護岸から、ずっと、北護岸から西護岸へ歩きました。で、南護岸の、歩き始めのところをゼロにして、プロットしたのが、この、高度方向の、データがこれです。それで、この、
一つのメモリが20センチです。で、最初のこの南護岸と、例えば北護岸が、北護岸のところ、ここが1メートル、マイナス1メートルなんで、南護岸より北護岸の方が1メートルほど低いとか、それから例えば北護岸でも、真ん中辺から、東西に、行くと、10センチから20センチほど、この、護岸の高さが、低くなっているとか、こういうことがよくわかります。で、まあ、このような精度のいい、受信機なんですが、その中の、制御ソフトですが、2つのマイコンが入っています。それで、1つのマイコンは、ZFQP で、の中に入っているマイコンで、これは U ブロック製で、非公開です。ただ、アップデートは可能です。で、ここの、プログラムでは、基準局のデータを受信し、こちらの方から送られてくる受信、データを受信して、ここで、このコネクタのアンテナから入ってくる電波、データと、で、高精度な位置を、算出してこちらの方に返します。で、こちらの方の、マイコンは ESP32 という、ポピュラーな、マイコンが使われてて、この、プログラムを弊社で、開発し、まあ、オープンソースとしました。で、このプログラムでは、Wi-Fi やモデムを通じて、基準局のデータを、取得するということと、それを ZFQP に送り、その結果を、取得して、SD、マイクロ SD の、に、保存したり、データを送信したりします。で、この ESP32 のプログラム、ですが、開発環境は Arduino の ID で、それに MGO スタックとか、TinyDSMN の、ライブラリーを、インポートすれば、開発ができます。言語は C++ です。で、ソースコードは、GitHub の GPS2MapM5FQP に、ここに、入れてあります。ライセンスは MIT ライセンスです。で、この受信機で移動局として動作させた時の、プログラムなんですけども、これは、基準局からのデータを、まあ、NTRIP キャスターという、インターネット上のサーバーから取得する場合と、基準局からのデータを、まあ、LINE、有線で URT とか、もしくは 920MHz の、モデムを通じて、取得し、まあ、その、データを ZFQP に送ります。これで3つあるのは、まず、普通の緯度経度の、測定だけなら1台でいいんですけど、方位を、取得したいというときは、まあ、2台ですね。それから、移動体の、3次元の姿勢を、知りたいときは、まあ、3つと。ということで、基準局のデータなんかは、この3台に、分配するようになっています。で、基準局のデータを送る場合は UART で送って、それぞれの、ZFQP から、データを受信するときは1台目は UART で、2台目、3台目は I2C で、位置を、取得しています。で、取得した位置は、Bluetooth で送信したり、まあ、ウェブサーバーとして機能させて、スマホなんかから、見たり、まあ、TCP のソケット通信とか、PH コネクターから UART で送信したり、とか、データ配信をします。まあ、その他に画面表示とか、SD カードへの保存ということを行っています。次に、基準局として動作させた場合は、より簡単になりまして、ZFQP から UART 経由で、基準局データを受信して、まあ、それを、ソケット通信とか920メガの、モデムで送ったり、有線で送ったり、あとインターネットにより、インターネット経由で、NTRIP のキャスターですね、に、送ったりしています。まあ、その他に画面表示とか SD カードへの保存とかを行います。それで、まあ、これを使っ、
このソフトでカスタマイズする際の注意事項なんですけど、一つはラムが、足りません。で、ヒープ容量が30キロベ、キロバイト程度ないと、Wi-Fi が不安定になります。これはなかなか分かりづらいんですけど、見つけづらいんですけど、そういうことが、分かりました。で、あと、ライブラリが使えない、新しい機能のライブラリが、インストールできないので、使わない機能を、対策としては使わない機能を消すしかないということで、用途ごとに、ソースを分ける必要があります。例えば、Bluetooth のライブラリっていうのはかなり大きくって、この、GitHub のソースでも、移動局専用にしてあります。で、もう一つの、注意点としては、マルチスレッドに注意ということで、ZFQPD の、通信とか SD カードの保存、基準局からのデータ受信、こういうのが全部スレッドで、走ってますので、しかもその、ハードの UART とか、I2C SD カードっていうのは、スレッドセーフでないので、カスタマイズするときには、こういう、ハード的な、リソースをアクセスするときには注意が必要です。それで、カスタマイズ、した、例として、このハイウェア、エクサさんの方で、作られているジオダイブエクサという、スマホのアプリがあります。で、この、アプリは、ケーブルテレビの電柱管理システムなんですけども、スマホで、ここに、M5FQP がありますけど、スマホで、ここで測定したデータを取得して、電柱の位置ですね、を測定して、その電柱の ID とか、負荷情報を入れて、スマホに保存したり、サーバーにアップしたりっていうような、ことで使っていただいています。で、ボタンやディスプレイが不要な場合は、秋月とかなんかで売ってる、こういう ESP32 の、ブレイクアウトのボードですね。それと ZFQP 用の、ボード。これを、UART とか I2C とか電源とか、つなげばつないで、あとはソフトの変更として M5 スタックのクラスを使わないようにするっていうのと、ここで配線した時のピン番号を実際のものに変更すれば、そのまんまソースが使えます。で、最後ですけど、センチメーター精度の位置データを、活用した開発競争ってのは始まったばかりです。で、今後インフラとして整備されていって、5から10年後は、センチメーター精度っていうのは当たり前の世界になると思います。で、新しい、サービスや製品、特許取得など、期待できる分野ですので、今日の話が、そういう点で参考になれば幸いです。あと、プログラムのことや、機能追加とか、いろいろ、なんか問い、ご希望等ありましたら、このアドレスまで、連絡していただければ結構です。以上です。どうもありがとうございました。はい、小林さん、ご発表ありがとうございました。はい、いくつか質問を受け付けています。まず1つ目ですけども、はい、3次元の姿勢を知るというのは、位置からどのようにして計算するのでしょうかという質問になります。3つのアンテナで、そのアンテナの、中心をの位置が分かりますので、それぞれの、組み合わせですね、XYZ の、なんていうんですかね、一つの点、アンテナの位置と、二つ目のアンテナの位置の、ベクトル、それから、もう一つの、アンテナの位置の、ベクトル演算ですね。それから、それで、方向が分かるということです。ちょっと説明が不十分ですけど。はい。ケーブルテレビの事例が気になりますということですね。少し補足いただければ幸いです。これは、
ここの、URL を見ていただくか、まあ、直接、問い合わせていただければと思います。実はあまりこの、システム、よく、内容を知りません。こういう、まあ、この、こういう例があるということだけしか、私は知りません。申し訳ありません。はい、はい、URL の方で確認いただければと思います。あと、電力消費がどの程度か気になります。電源はどのようなものを使用し、どれくらい動作時間を確保できますかという質問が来ております。電流が 500mAh 程度流れます。それで、普通のモバイルバッテリーですね。モバイルでバッテリーで大きなやつを使えば1日ぐらいは動作させることができます。はい。あと、M5 スタックは新しいコア2でもそのまま使えますかという質問も来てます。残念ながら、そのままじゃあ、使えないですね。試したところ、電源の問題がありまして、M5 スタックの電源と、あと、M5QP の モジュールに、USB のコネクターがあるんですけど、そちらからも、2系統で電源を、供給すれば使えるようになります。で、ソフトは、動くことは確認してますけど、通常であれば、USB のケーブルが1本でいいのが2本必要になるということがちょっと問題です。はい。ありがとうございました。それでは、そろそろ時間になりましたので、小林さん、非常に最先端のご発表、ありがとうございました。ありがとうございました。